ではまず最初のコーナーはお三人さんお願いします。せーの、メルカリップ。はい、はい、ということで僕たち準レギュラーのリップサービスとメルカリスト中尾ひとみが、フリマアプリメルカリを通して沖縄の人をハッピーにしようというようなコーナーになっております。はい、うん、もうね、メルカリップ1年がなんと過ぎまして、うん、はい、これまでですね、メルカリップで売れたのがなんと61点。ありがとうございます。すごいよ。なんだけど売れ残りもまあありまして。そうなんですよ。こちらね、なんとかしないとということで、前回スタジオにもお招きしたメルカリのマーケティングスペシャリスト星さん、覚えてますか？覚えてますよ。星さんにですね、ロケに参加してもらって、どうすれば売れるのか、出品方法などのアドバイスいただきました。なのでぜひ見てみましょう。それでは VTR どうぞ。ダンダンダラバラ助っ人をお呼びしております。はい、星さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。メルカリのシニアマーケティングスペシャリスト星さんが今回メルカリップに参加してくれましたよ。やっぱり商品ってたくさん出てるから、自分のものが売れないと1ヶ月2ヶ月経ったらこう埋もれてっちゃうじゃないですか。こういう場合のアドバイスとかもいただけるんですか？そうですね、今回裏技というよりかはメルカリが推奨できるいろいろこうスキルであったりとか、何かこうお得な情報をお伝えできればなと思っております。表技ですね。じゃあもう技でよくない？ということで、今回は過去の放送で残念ながら売れなかったものを再出品しようの回で、さて星さんの評価はいかに？こちらが売れ残り部屋となっております。名前の売れ残り部屋ですよ。売れ残りましたね。こんなに意外とありますね。ねえ、なんか、Jとか、なぜ俺はこれを選んだっていう気持ちがありますか？結構自信満々に選んだじゃないですか。いや、でも深夜さんも Wi-Fi スポット、純次さんの部屋にしか飾らない、はい、お一人だけ残ってますね。 Wi-Fi スポット、あ、これは、これ手作りのやつ、私と完成込めて僕作りましたけど、手作りが売れてないって倍きついですよね。倍きついな。この中で一番いいねが多いのが2ヶ月前に出品したヴィンテージワンピース、 あちらですね。これがいいね、11ついてる。これ中本さんすごい似合ってましたね。すごい可愛いものなんですけど、11もついてて、やっぱり買うまでに至らないと。星さんどう思いますか？結構見た感じ綺麗なので、多分売れるとは思うんですよね、はい、なので、まあ、値段がちょっと高く設定されてるかもしれないですね。そういうことか。じゃあ何か改善点他にありますか？例えば、定価をちょっと書いてあげるとか。なるほど、確かこれってお店で 13,800円で売っていたものをちょっとお値引きしてもらって1万円で購入したんですよね。これ書いたらだいぶお得感ありますよね。確かに、そうですね、3800円引き、しかも中ほど瞳着用済み。これでかいんじゃないですか？どうしよう、これで売れなかったら悲しいな。まずは売れやすい価格帯に設定すること、そして買った時の定価をあえて載せることでお得感が出て売れやすくなるのだそう、そして星さんが気になったのは、なんか例えば、はい、このキャップとか、はい、なんかすごい売れそうな気がするんですよね。でも売れてないっていうところで、なぜでしょう？キャップとか直接こう頭に載せるじゃないですか、うん、多分新品とか未使用とかっていう風にタイトルで記載入れていただくと、まあ、買う方からしたら買いやすいです。確かに、そう、お前がもうかぶってもらっとるんだよこれ。一応ね、これはね、これで未使用って言われてもらう、これはもう試着ですから。そう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 、あ、じゃあ試着済み、でも新品未使用オリジナルキャップみたいな。そうですね、お二人いらっしゃるところに申し訳ないですけど、はい、キャップだけの写真とか一枚上げていただいた方が、あのつまり俺らが邪魔や。そういうたまたま、これはたまたま。この味噌のこのホーロー、これもお店で売り上げナンバーワンみたいな。そうですよね、すぐ売れると思ってた。そう、すぐ売れる、意外だけど、やっぱり二人が写ってるから、うん、あ、答えが出ましたね。メルカリでは1枚目の写真はとても重要。たくさんの商品の中でまず注目してもらえるためにも分かりやすい写真を撮ること。さらに星さん、
商品のコメントにもこんなアドバイスを。結構、まあ、丁寧に書いていただいているものの、例えばハッシュタグをもうちょっと活用してもいいかなと思いますね。まあ、例えば、料理とかハッシュタグでつけていただくと、はい、まあ、料理で何かしらを探している方とか、まあ、やっぱり検索に引っかかりやすくはなるので、よりグレやすくなるかもしれないです。確かにな。さすがの星さんでもひんやりくんはちょっと難しいな。そう、確かに。例えば、はい、トレーニングとか入れてもらって、はい、ほてった体、お上がりとか、なるほど、すごい、シチュエーションを作ってあげるというか、ちょっとイメージ湧いた時に、あ、冷やしたいかもって買うかもしれない。なるほど。どっから売れるか分かんない。星さんのアドバイスを受けて3人で再出品。さて、何点売れたのでしょうか。すごい、星さん、うん、目の付けどころがサスターです ね。だから季節柄売れにくいものも、うん、はい、こういうハッシュタグトレーニングでつけることによって関連商品になるっていうところ、うん、確かに欲しくなるかも、はい、そう、はい、そこはやっぱすごいなと思いました ね、うん、ね、もう準レギュラーになってほしいな。入ってほしいんですけど、そしたらリップはもう卒業だよね。やっぱ僕ら頑張ります。こんなこと言われたけど相当な動揺が。ということで、教えていただいたのを踏まえてですね、はい、再出品してみました、はい、その結果どれだけ売れたんでしょうか、ちょっと見てみたいと思います。だだだドン、はい、ということで4点お売れました。4点、はい、すごいすごい、全く売れてなかったのが4点売れたんです。すごい、いやー、嬉しい。角取ってるからオセロじゃないでも4点じゃないからね。実はですね、このホーローあるじゃないですか、はい、ホーロー写真を入れ替えた瞬間に売れました。やっぱ大事なんだ ね。僕らだけじゃ売れ残っとるわけじゃない、ね、大事なんですね。でも非常に切ない結果となりました、うん、僕らが邪魔だったということですね。はい、年末特別セールということでですね、はいはい、今まだ売れ残ってるものかなり値下げしております、はい、ハッシュタグハピ入れで皆さん検索してください、うん、はい、残り16点、はい、買ってくださった方にはですね、はい、なんと、はい、次回の放送で感謝を申し上げます、はい、それはそうだよ、よろしくお願いします。はい、はい、で以上メルカリップのコーナーでした。はい、あったのおじさんもいいですか、こっち喋ってもうお腹いっぱいだよな。あの、実はここで嬉しいお知らせですよ、放送中にメルカリップで紹介していた商品2つ売れました。しかも Wi-Fi スポットも売れました。Wi-Fi スポットが売れてる、やった。そうなんだ、しかも J も J だ、よかったですね。バイアスロンの時のガッツポーズ。そんなに嬉しい。そんなに。いや、だからやっぱり星さんのアドバイスがすぐ効いたってことだよね。そうですね。いや、皆さんありがとうございます。